こんばんは。中1英語ですね。中間テスト対策ということで、また教科書のところね、ちょっと前のところ戻ったよというところでございます。はい、今日はね、教科書は52ページのところで、ハンバーガーショップへ行こうなんていうようなね、話題のところでございました。内容としては、例えばね、注文したり値段聞いたりとかね、そういったようなところの、言い方、それを勉強していこうということでございました。何々はいくらですかなんていうふうにね、値段を尋ねたいとき、このときは How much なんていうことでね、書き出していく、ね。How much は聞いたことありますね。いくらですか How much なんていう言い方でした。で、値段を答えるときはね、金額に Please なんていうのをつけてあげる、ね。それで表していくよということでした。で、例えば1ドルですよなんていうことであれば1ドル、ね、ドルという意味で1ドルなんだけど、やはり2ドル以上になったら複数形になります。2ドルズなんていうふうに複数にしてあげようねということでございました。さあ、でそこで、ね、例えば、はい、ピザはいくらですかなんていうことでね、聞きたいんです。はい、ですからいくらですか、値段を尋ねるときは How much でしたよね。はい、ですからここで How How much っていうふうに書いてあげて、 How much is the pizza で、だからここで物の名前とかを持ってきてあげればいいわけだよね。 How much is the pizza ね、なんていうことでした。また物の名前持ってこないで、もうそれはいくらですかということでね、 How much is it? Is it? It ね、を使ってあげて How much is it? ね、なんていうふうな言い方もあるのかなということでございました。はい、聞きました。答えましょう。2ドル50セントです、ということですね。はい、ですから2ドルということなので、はい、2だから2ドルですね。はい、 S ついてますよね。はい、そして50セントね、だからドルよりもちょっと一つ小さい単位のねですよね。50だから、はい、50 cents please ね、なんていうことですね。やはりセントも複数になりますので、センツ、そして最後にほらプリーズっていうのをくっつけて、はい、いくらですね、2ドル50セントですなんてね、$2 and 50 cents please ね、なんていうことでした。ハンバーガーもらえますか、注文なんかするときの言い方でしょうか。はい、ですので、はい、can と使い、 can I have、ね、can I have a hamburger ね、can I have a hamburger ね、何々をいただけますか、もらえますかなんていう言い方ですね。 can I have ね、ということでした。で、そしてこちらで召し上がりますか、お持ち帰りになりますか、よく聞かれますね、こういったハンバーガー屋さん等々でね。はい、そうしますと、まずこちらで召し上がりますかね、ということでの意味としてはね、 for here、 ここという意味の here ありますね。それとも、はい、あれこれなんか足んねえな、 for here、 おーっと、もう一個、はい、失礼しました、もう一個空欄が、for here、 はい、そして to、 はい、これだ、これが正しいね、回答欄でしたね。 for here、 はい、 or to go ね、なんていうことですね。結構私たち、持ち帰り、テイクアウトとかっていうふうに言うんだけれども、テイクアウトってね、言わないんだよね。はい、ですから持ち帰りなんていうことであれば、to go ね、なんていうふうに言っていくね。はい、こちらでお召し上がりですか、それとも持ち帰りますか、ね、for here or to go ね、なんていうふうに、聞かれてくるということでございました。ね、最後は、クエスチョンマークね、ということでございます。ということですね。はい、ということで今日は値段を聞いたり答えたりね、何か注文をしたりね、そんなような時の言い方ね、確認してみましたということでございました。はい、では今日はこんなところです。